かねえな。十尾が手加減なしと。遅かったか？いや、ぴったりだぜ、父ちゃん。みなと、相変わらず早いの。四代目、貴様わし以上の瞬身使いよの。よし、始めるぞ、みなの者。ほかげ様たち、なんで？オロチマルがわしらを呼んだのじゃ。さっさとこの戦争を止めねばな。じゃあ本当に？おう、みんな俺たちの知ってるあのホカゲたちだってばよ。貴様まで復活したとはな。嬉しいぞ、柱馬！お前は後。まずは十尾を止める。ナルト、よくやってくれたね。少し休んでなさい。友達もじきに来る。彼も味方だよ。さて。これってナルトと同じ？まさかとは思ったが、ミナトはね。な、俺の父ちゃんすげえだろ。そんなことはお前より分かっとる。このわしを分けてでも封印しきった男だ。おかげたち、行くぞ。忍法主席用心。さらにこれだけ加えての先方明神門。来たな。ずいぶん遅かったじゃねえの、サスケ。さくらか。どういうこと？本当にサスケくんなの？てめえ、何しに来やがった？なんでサスケくんがここに？いろいろあったが、俺は木の葉の里を守ることに決めた。そして俺がホカゲになる。お前らが俺のことをどう思うかは関係ない。今までの影たちがこの状況を作った。だから俺がホカゲになり、里を変える。ホカゲになった者が皆から認められるんじゃない。皆から認められた者がホカゲになるんだ。サスケはお前に任せる。任せとけ。ホカゲになるのは俺だってばよ。そんなにホカゲに憧れてくれるのは嬉しいが、お前らゆっくりしすぎぞ。今のうちにチャクラを練れ。一斉攻撃であれを倒す。押す。
私はいつも二人の後ろばかり隠れて歩いてて、でもそれももう終わり。今日からは私も。よし、さくらちゃん。私が二人に届かないか弱い女だと思ってる？よっしゃ、第7班ここに復活だってばよ。行くぜ、さくらちゃん、サスケ。うん。おう、木遁、木分身の術。俺の分身が結界に出入り口を作る。忍びたちよ、全気力を振り絞り、奴を打ち破るのだ。行くぞ。
サスケ、あのでけえやつの中には美獣たちが入ってんだ。弱り切ったら黒い炎を止めてくれ。俺とクラマで美獣たちを引っ張り出すから。ダメだ、このまま焼き尽くす。おい、サスケ！燃え尽きろ。